皆さんこんにちは、ボンドチャンネルズチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ東京でカスタマイズさせていただいた車両を紹介します。紹介してくれるのはいつもの内山店長です。はい、内山です。よろしくお願いします。紹介する車がこちら。はい、こちらです。やってまいりました。ブラバス、はい、アドベンチャー、アドベンチャー日本1号車、日本1号車です、はい、ということなんですけれども、はい、ただちょっとこれあんまり馴染みがある車じゃない、はい、ないですね。いきなりとんでもないのが登場してるんで、はい、今回これを作った経緯と、はい、まあ、あとはちょっとそのパーツ構成というか、はい、内容をちょっと先に紹介させていただこうかなと思います。はい、でまずこちら、はい、実はオートサロンに、はい、出展させていただきました。合わせて制作させていただいた車なんですよね、はい、そうですね。でまさかの新車をベースに、そうです、新車をベースに、はい、いきなりワイドスター組ませていただきました。お客様の乗られる時にはもう全く別の車になる、はい、別の車になってからご納車という形になります。でもう制作過程も動画でお伝えしてるんですけど、はい、当然ノーマルで真っ白白のボディの、はい、そうですね、一番最初はもう本当に真っ白な、G63 だったんですけれども、まあ、今回アドベンチャーということで、まあ、ちょっとオフロード仕様なワイドスターキットになってるので真っ白でやるのもなっていうのもあったんで、ちょっとまあ、ワイドスターのキットに関するバンパーだったりはフェンダーはまあ黒にしましょうと。ただまあせっかくやるんであればマヌファクトゥーアっぽい感じに仕上げようと思ったんで、あのバンパーとかは全部オプティシアンブラックでペイントをさせていただ取り付けさせていただきました。なるほど、はい、そしてこれちょっとパーツ構成が複雑なんですけども、はいはい、基本的にはこのワイドボディキットのワイドスタープラスアルファ、はい、プラスですね、オフロードのパーツが追加されている、はい、そうです。そんな内容になるで、はい、でかなりパーツ点数も多いですし、はい、カスタム内容もちょっと細かくやってあると思いますので、はい、前回りからじゃあ、はい、紹介していきたいと思います、はい、で前回りが、はい、もう別の顔にそうですね、なんかまあ、確かにバンパーの形はワイドスターなんですけれども、はい、まあ、真ん中がこうもうざっくりなくなってウィンチが装着されるようになってます。ここがまずワイドスターの、そうですね、ワイドスターのバンパーでバンパーに交換されて、はい、まあ、本来この真ん中がつながるようになってるんですけど、そこがもうがっぽりないですね、はい、ここバカッと、はいはい、これ見たんですけど、もう届いた時にもう加工されてました。そうですね。そして中にこの骨組みをつけてウインチ、はい、なんか調べたら海外の、ウインチ専門のメーカーのワーンっていう、そうですね、はい、まあ、このウインチもやっぱり皆さんワーンが多いんじゃないですかね。うちでも何台か、はい、取り付けさせていただいたりとかして、なるほど、こんなのがついてる、はい、でこれもあの飾りじゃなくて、はい、リアルに使えるやつ、はいはい、とんでもない重量のものが取れる仕様になってる、はい、このパネル化粧板というか、はい、外すとこうリモコンつないだりとかも、あ、そうなんですか。そうなんです、はい、使うことを想定してなかったのでですね、予習が足りませんでした、はい、僕らはちょっと作業風景と、はいはい、制作過程も全部見届けてるんで、はい、ちょっとその辺なんかも確認したんですけど、ここにも切り替えのスイッチがあって、そうですね、はい、そこスイッチはリモコンなんかも、ワイヤレスのリモコンも付属してるんで、その辺もしっかり使えるようになってると、はい、で結構ワイヤーもこれ普通なんかナイロン製の、そうそうそう、はい、金属製のワイヤーかなと思いきやこのナイロン製の、なんか最近あるみたいですね、ナイロン製も。そうなんだ、はい、こんなのがついてたりとか、はい、そしてそれに伴ってこのナンバーベースがこのどでかいナンバーベースになってると、はい、で結構こう位置関係が変わっちゃうんで、はい、ディストロニックだったりだとか、まあ、でも干渉しないんじゃないですかね。そうなんです、はい、すごいですよね。やっぱりさすがメーカーの仕事をしているブラバスだけあって、はい、この辺が絶妙な位置関係になってて、はい、日本仕様のナンバーでも特に問題ないと思って、そうですね、そしてナンバーの取り付けがやっぱりこうヨーロッパと日本でちょっとサイズが違うんで、はい、ちょっとその辺は工夫してうまくナンバーがつくようになってるんです、はいはい、こんな加工がしてあると。だから前回りだけでもちょっとこうゲレンデのオフロードっぽさが、そうですね、前面に出ててめちゃめちゃ強調されてる、はいはい、こんな感じの前回り、はい、で全部先ほど言ったそのオプブラ、はい、オプブラです。で全部塗ってある、塗ってあります。でこっちの下側はまたここはあのサテンブラックですね。あ、なるほど、はいはい、今回一緒にブラックアウトもさせていただいたので、その辺はこうブラックアウトした部分と合わせてバランスでサテンブラックにして、こんな感じでブラバスのロゴが入った、はい、こっちのアンダーガード風デザインのパーツもついてる。 そうですね、そしてあとこのグリルのディストロニックの、はい、もうやっぱワイドスター組むのであればこの B マークは必須だと思うので、しっかり交換したらと、はい、でこれ周りも塗ったのかな。はい、塗ってあります。この辺も合わせて塗ってあるみたいです、はい、グリルもラッピングしてあるので、あ、これはラッピングなんだ。ラッピングですね。なるほど、そうですね、もう本当に白黒にしちゃった方が多分かっこいいと思ったので、そして勝手にラッピングです。そしてこちらの、はい、グリルのこのエンブレム、
これも光るタイプの。そうですね、はい、こちらもついて、はい、そしてあとボンネット、はい、もうこれはもう何台も装着しているの で、 でこれがちょっと全然値段が可愛くないんですけど、可愛くないこれ1枚で150枚ぐらい、取り付けたら150ぐらいになりますからね、はい、ただこれつけた状態とつけてない状態だと、はい、もうエクステリアのイメージが全然違います。全然違う、はい、まあ、これはもうワイドスターに限らず普通のリップつけただけでもつけた方がいいかなと思えるぐらい結構見た目的には効果のある部品だと思います。そしてアドオンなんで純正のボンネットに貼り付ける形なんですけど、はい、まあよくこうしっかりつくというか、そうですね、フィッティングがめちゃくちゃいい、すごくいい、はい、この辺なんかの隙間もほぼないです、はい、綺麗。そしてセンターにはこの WB のエンブレムもついてて、でこっち側がグリルデザインになってるのかな、はい、まあ、実際穴は開いてないのでグリルにはなってないです。そしてこっち側の裏側にも同じように、はいはい、グリルデザインのアクセントもついて、ブラバスのロゴも入ってるなっております。だから前回りだけでもう本当に別の車、そうですねもうまた普通のワイドスターとウインチがあるないだけでも全然雰囲気が違いますね。そして横に回っていくとこのフェンダーも当然ワイドスターのフェンダーに交換されてかなりワイドになっております、はい、ております。そしてあとはやってまいりました、はい、ホイールがこのブラバスの HD というデザインですね。これが日本のホームページにはまだ載ってない、載ってなくて、ただでもそのこれの前の方の 4×4 か何かのワイドスターの時にこのホイールを履いてて、まあ、ブラバスのラインナップの中でも一番、まあ、オフロードっぽいデザインなのかなと思って。でサイズの方が20インチ、はい、では純正とインチアップはしてない感じで、そうですね、はい、でそれに組み合わせるタイヤが、はい、ジオランダーですね。ジオランダー、はい、これはもうブラバス指定の、なるほど、はい、銘柄サイズすべてブラバス指定で、あ、そうなんだ、はい、コンプリート作るんだったらこのタイヤじゃないとダメだよ、おすすめだっていうことで、なるほど、はい、こんな感じになった。ホイールいいねこれね、いいですよね、このバイカラーにしてる感じと、はい、両方サテンな感じ、そうですね、はい、そしてこの辺なんかはロゴ、実はキャリパーもちゃんと塗ってブラバスロゴになってます。しっかりその辺見えないですけどね、加えられてるみたいです、はい。そして車高の方は少し上がってる、上がってます、3センチぐらい車高を上げて、まあ、よりオフロード感が出るような仕上がりになってますね。なるほど、はい、これはバネ交換で、バネ交換です、はい、上がってる、こんな感じになったわけです、はい、そしてあとはこのサイド、この辺も全部、はい、ラッピングしてますね、サテンブラックで黒くなって、はい、統一してます。でこのフェンダーのダクトともと、もうそうですね、その辺もやっぱり合わせて合ってるんで、はい、こっちはラッピングでこっちはペイント、ペイントです。ただ質感がかなり近い、はい、でこのツヤ感というかツヤ消し具合というか、もう結構う、まあ、ラッピングのサテンブラックに合わせて塗ってる感じになるの で、 でここずれちゃうとおやおやって、そうですね、また全然違う仕上がりになっちゃいます、思っちゃったりしますけど、はい、この辺なんかもしっかり合わせて、であとこういうグリル、まあ、先ほど前でも言いましたけど、はい、この辺もしっかり塗装されてるということ、そうですね、まあ、樹脂のままではなく、樹脂だとどうしてもこう素地感が出ちゃうんで、まあ、さすがボンドボディですよね。あと汗ってきちゃうっていう問題、そうですね、汗ってきちゃうので白っちゃくちゃ、ちょっと安っぽく見えちゃうんで、その辺なんかもしっかりやってます。あとこの辺のアクセントはオプブラで、はい、オプブラです、塗ってあるみたいな、197ですね197 、はい、通称197、通称197です。そしてあとはそのままつながるサイドステップも、はい、ここも完全にブラックアウトされてる、そうですね、はい、これはラッピングで、ラッピングです。なるほど、はい、これ全部結構やるの大変なんだよね。大変ですよね、貼ってる人を見ると大変そうだなって人ごとのように思いますね、いつも全部外して、はい、ゴムモールも取って、はい、内側までこう巻き込んで貼って組み立て直す、はい、でこのサイドステップが光るように、はい、エントランスもついてて、はい、なおかつこの電動サイドステップもついてて、ワイドスターならではですよね、この LED が必要になるのは、はい、こんな感じに、はい、この電動サイドステップももう数えきれないぐらい、いやすごいですね、もうまあでも1回つけたらもう便利すぎますよね、これはそのラッピングしたステップを踏まなくても乗れるっていう、あ、これがやっぱり大きいですよね。確かに確かに、特に今回車高を上げてるんで、はい、この辺は必須アイテム、必須です、はい、自動車評論家の方にも、はいはい、東京店で、はい、取り付けさせていただいて、はい、絶賛いただきましたけど、良かったです、こんなのもしっかりついてます、はい、ただこれ、350とかと違うのは、はい、マフラーがある関係で、そうですね、63になるとやっぱり
マフラーがどうしてもあるので、ステップはショートのタイプを使います。ここまでのタイプですね、はい、はい、ちょっとやっぱり後部座席の方は使えないのかなと思うんですけれども、ただ350-400の方はロングのボードを使いますので、ここまでのタイプですね、はい、後部座席の方も電動ステップを使って乗り降りすることができます。そんな違いがあると、はい、ただロングでもショートでも値段は変わりません。あ、そうなんだよく聞かれるんですけどね、うん、はい、ただ値段は変わりません。なるほど、はい、値段設定してる方にそんな違いがあるみたいな、はい、あとは結構よく言われるのここが結構、そこがもともとそのシルバーのトリムが、付けられているので、大体やっぱブラックアウトしてる人に電動ステップをつけることが多いので、そのシルバーの部分も電動ステップ側も塗ってます。この辺も合わせて、はい、こっちはペイントでペイントします。全部色が合わせた、はい、確かにここにシルバーが追加されちゃうとちょっと違います、ね、つけてる感が出ちゃいますんで、はいはい、こんなのもついてると、はい、これ強度も結構しっかり取れてるんで、はい、してるんで、もう大人の男性の方が乗っても全然、はい、僕が乗ってもツッチが乗っても大丈夫ですね、はい、僕が乗って大丈夫だったら大体大丈夫です。大体大丈夫ですあと気になるところとしてはこの出し入れ、はい、室内のスイッチでオンオフできるんですよね、はい、オフできます。だから洗車の時とか、はい、出ちゃまずい時なんかは、オフにしていただければ出ないようにとか、はい、出っ放しなんていう使い方もできるで、できます、はい、だとやってまいりました、はい、マフラーが、はい、ブラッククロームのタイプですね。これももうめちゃくちゃ売れてる。いやこれすごいっすね本当に。これもボンネット同様値段全然可愛くないんですけど、はい、これもだって基本的には2本ぐらい在庫しておきたいなと思ってもバックオーダーが入ってくる前にやっぱ全部売れちゃうんで、すごいですねこれは。でこういろんな視点で取り付けてるのを僕らも見届けてきましたけども、はい、隙がない、うんうんうん、作りはいいし、いいですね、フィッティングいいし、はい、音もいいし、確かに。で最近結構そのマフラーの基準が厳しくって変えてもあんまり変化がないマフラーなんか多いですけど、はい、しっかりこう迫力のサウンドになる。やっぱり E マークがついてるっていうのは、まあ、買う側も売る側もちょっと安心な部分でありますよね。 E マークっていうのがそのヨーロッパの基準ですよね、はい、ちゃんと作ってますよ、ね、で車検で今どうしてもそういったものが必要になるんで、もう E マークがないとダメですからね。そもそも音量以前にマークがないと、はい、もうそもそも全く取れません。なんで今回の場合 E マークもしっかりついてる、はいはい、プラバスのマフラーってので、はい、これ非常に。でこれ車の仕上げ方によってはメッキのタイプもあります。なんでその辺選んでいただくといいんじゃないかと、はいはい、そしてあとはリアのフェンダーも同様に、はい、同様ですね。もうどうでかいのがついてる、はい、で後ろも20インチ、はい、いいですね。もうなんかちょっと今までのオンロードな感じのワイドスターからのもう真逆と言っても過言でない。真逆ですね本当に、はい、これをやってみたかった。これはかなり目立つ仕様になってるんじゃないかと、はい、そしてあとサイドで目を引くのはこちら、はい、そうですね、はい、これやっぱルーフラックですよね。これが、はい、ルーフラックって割とこう手軽なというか、はい、もうちょっと簡単なのから、まあ、ごっついのはありますけど、はい、もうこれはごっついを極めちゃってる形的にはだから前のプロフェッショナルとかとやっぱりちょっと似てますよね。基本的なデザインはもうしっかりこの骨組みのビクともしない感じ、はい、これもうボンドボディどうやってつけたんだろうって、めちゃめちゃこう人員で人員を配備してマンパワーでみんなでよいしょっていう、やっぱそうですよね。重量もめちゃくちゃあるみたいなんで、はい、木箱から出すのを諦めたラックですね。動かせませんでした。動画撮影諦めました。そうです僕ら2人じゃもうビクともしないんで諦めました、はい、そしてこれちゃんと上にも鉄板があってあって、はい、だから人が乗っても大丈夫なように、なんか飾りじゃなくて本当にガンガン使えるやつ、はいはい、もうそれこそカヌーじゃないけど、はい、ああいうでっかいのをこうバチンと積んでこのベルトでバチンと引っ張ってそれでももうちょっと使いたいぐらい、はいはい、そしてそちらの先端にはウィンドウディフレクターというべきか、はい、後でちょっと入れといてください。わかりましたちょっとパーツの正式名称はちょっとインサートに頼りたいと思いますけども、はい、こちらもカーボンで、これベースはなんか樹脂の結構大きいパーツ で表面はちゃんとしっかりカーボンになっていて、はい、でこういうカーボンも全部揃ってるのね。すごいですよね、こういう R の付いたパーツ、はい、そしてその先端にはライトが、はい、4灯つきます、はい、ただ外側が、ロービームの時に使えるやつ、内側はハイビームと兼用になっているので切り替えになっていて、まあ、4灯つくことはないですね。なるほど、はい、こんな感じで、だからちょっと種類が違うんですよね。そうですね、内側外側で、はい、マルチの LED のタイプと、はい、まあ、シングルの明るいタイプのやつ、はい、これが4灯ついてる、はい、これがだからもう前から走ってきた時の存在感めちゃくちゃ眩しいですよね。めちゃくちゃ眩しい、はい、何が来たんだっていう、まあ、実は日本の場合だとその保安基準なんかもあるので、はい、まあ、点灯のタイミングちょっと工夫する必要があるんですけど、そうですね、まあ、こんなのがついてる、はい、だとここのポイントとしてはこの辺、はい、はい、
実はこれちょっとこれ素地が丸見えだったんですよね。でちょっとボンドボディの方で気を利かして、あ、そうなんだ、そう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 、ここちょっと素地丸見え結構見えちゃうよねってことで、全部こう見えるところは、はい、あ、同じ質感で全部塗り直してあるそうです。さすがですね。結構このわずかな隙間ですけど、やっぱりちらっとでも見えちゃうと、ちょっとあのグリルじゃないですけど安っぽくなっちゃう。確かに。ということで全部ここと、あと前側と、はい、でこれがよく見ると分かるんですけど、前も結構こうフロントガラスが出てるんですよね。やっぱりそこが見えちゃうとかっこ悪いってことで、はい、この辺なんかもプラスアルファの加工がされてるみたいです、うんうん、これいいね、うん、これいいですよね。これちょっとこれだけでもつけたいけど、ね、うん、ワイドにしなくても、はい、めちゃくちゃかっこいいパーツが、はい、で本国だとここに斧とスコップが、はいはい、装着されてますけど、あのつけようかっていう話もあったんですけど、はい、銃刀法、銃刀法に該当するかしないかがわからないっていうのでやめましょうってことです。はい、やめました。で一応あのデモカーの方はついてたんですけど、ついてました、ね、キットではなかったんですよね。あのキットではないです、はい、まあ、ブラバースの方でそのデモでプラスアルファでつけてた部品みたいなので、はい、まあ、キットには含まれないみたいです、はい、なので一応まあ、あの銃刀法のまあ、無意味にその、はい、かっこいいからって言って斧をつけるのはわけにもいかないので、はい、なので今回ちょっとなしようようになってるみたいです、はい、そしてあとは後ろ行きましょうか。はい、後ろもこれガラッと変わった部分じゃないでしょうか。やっぱりこのスペアタイヤはもうアドベンチャー用というか、かなりオフロード感が強いスペアタイヤの、なんこの棒がまずなんかこう、うんうん、なんで棒というか、ね、すごくしっかりしてて、でこれがここのリアのゲートのこのヒンジのところに、はい、穴を開けてボルト止めでついてると、はい、だからこれもめちゃくちゃしっかりしてる、うん、すごいですよね。全くびくともしれないぐらい、うん、でこれ背面タイヤってもう取る手段もあるし、はい、で取った後どうするんですか、スムージングしますか、パネルつけますか、パネルもいろいろ形が出てます、はい、で残したら残したで、まあ、ラッピングして色を変えるとか、はい、で背面タイヤのこの部分も、はい、まあ、いろんなメーカー出してますけど、はい、もう第3極として、はい、そうですね、ゴリゴリのこのオフロードな、ね、これはちょっと2022年、うん、ちょっと流行るんじゃないかなっていう、まあ、やっぱり G クラスってそのどうしてもオフロード仕様に持っていく方が多いので、まあ、そういった方にはもうこういうアイテムってものすごくぴったり合うと思うんですよね。でこの辺もしっかりドライカーボンで、はい、基本的にブラバースのカーボンは全部ドライなんですね。ドライです。なんで、まあ、重量も軽いですし、はい、強度もとにかくしっかりあると、はいはい、この辺がペラペラだったりとかバリンとなっちゃいますからね、なっちゃうとかっこ悪いんでしっかりその辺もやったりみたいです、はい、でカーボンもちゃんとまた目が通常のになってます、ね、そうなんです。背面タイヤカバーと同様にこのロゴの内側だけ出かけると、はい、だからこれ冷静に考えたらめちゃくちゃ手間がかかってる。いやすごいですよね、はい、どうやってやってるんだろう。でこれも単品でつけても結構かっこいいんじゃないか、うん、かっこいいと思います。本当にタイヤだけゴツゴツに変えて、ちょっとなんかゴツゴツなのを少し入れてこういったのを組み合わせたらまた全然雰囲気が変わりますからね。だといいなと思ったのはここを触る楽しみが出てくる。あ、確かにそうですね。もちろんそのタイヤを5本買わなくちゃいけない、うん、プラス1本買わなくちゃいけないっていうのなんですけど、はい、ここって結構純正スペアだと割としょぼいというか、はい、普通のラジアルタイヤですからね。なのでここを触ると背面のこう、はい、イメージもだいぶ変わるんじゃないかな。であと気になる使い勝手としては一応これが開けられるんですよね。開けられます、はい、専用のこの、はい、これも金属製でめっちゃしっかりしてる、うん、ちゃんとしてる、はい、こんなキーがついてくるんでこれを回せばこれが開けられる。開けられます、はい、でこのドライの証、はい、真空引きした跡があってブラバさんのロゴもしっかり入ってたりとかして、はい、これもめっちゃしっかりしてる、うん、そしてここのボルトなんかを外せば、まあ、スペアタイヤが外せるようになってます、はい、まあ、使い勝手はもちろん損なわないように、はい、こんな感じになっております。そして締める時ももう超簡単にクイッと回すだけで、はい、こんな感じ、はい、そしてやってまいりました、はい、はしご高い、はい、これが、はい、このラックとこのテールランプの上の部分ですかね、はいはい、まあ、ラックの上に乗るためのはしごですね。でこれが本当に飾りじゃない、うん、ちゃんと使えます。めちゃくちゃしっかりしてる、はい、ちゃんともうこの滑り止めがついてるのもこのスケボーのデッキテープみたいなのが全部施されてて、半ズボンで足滑ったらもうザーッて確かに怪我する、ザーッて怪我するやつ、こんなのがしっかりしてて、これももちろんボディにがっちり止めてあるんで、はい、もう取り付けもめちゃくちゃしっかりしてると、はい、これもだからビジュアル的にもめちゃくちゃこう後ろから見た時のそうですね、やっぱりまたさらにこうオフロード感がものすごく出ると思うので、ただまあ上のラックもつけないといけないので、うん、ちょっとセットになって、はい、ちょっとハードルは高いかなって感じがします。そうですね、費用的にはかなり上のラックも結構いい、はい、まあ、見た目的にもかなりアップしますし、そうですね、はい、もう究極を言えばもう使い勝手も
使い勝手も、はい、使う方であれば、はい、使う自分だったら使わないな、ね、ちょっとあのオンロード的に使うんであれば、はいはい、あのドレスアップ要素の方が強いかもしれないですけど、はい、まあ、しっかり使っていただくこともできます、できます、はい、そしてあとはリアバンパーも当然、はい、まあ、これはいつものワイドスターとデザインは一緒ですね、はいはい、でここも前に習ってこっち側をサテンに、はい、サテンブラックでちゃんとメリハリがあるようにつけております、はい、こんな感じにしてあるみたい、はい、そしてあとはエンブレムなんかも今回合わせて、はいはい、黒くなってる、はいはい、これをだから新車で、はい、よしやろうっていうまずお客様がすごいすごい、はい、いやもう本当中はちょっと押し売りに近い状況でしたがまあどうしてもあのもう僕多分 YouTube で何回も言ってますけどお祭り男なんでもうそこに乗っかっていただけるというそ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 う本当にありがたい、はい、そしてあのちょっと詳しくは言えないですけど、はい、数々のこうすごい車今までもさまざまな車をこうカスタムされてきた方なので、まあ、ちょっとある意味究極系だと思うんですよね。本当は多分お客様は多分あの普通のオンロードのワイドスターを最初望まれてたんですけど、まあ、日本1号車で、まあ、オートサロン出店しましょうということで乗っかっていただきました。じゃあ最後になりますけど、はい、今回ちょっとあのワイドスター日本1号車ということで、はい、ちょっとどっちかっていうとそっちに目が行きがちかなと思ったんですけど、はい、これ細かく見ていくと、はい、結構普通にこうライトのカスタマイズにも落とし込んでいける内容が、そうですね、部品もかなり多いと思います、うん、やっぱりワイドスターとなると幅が変わったりとか、まあ、金額も上がったりとかいろいろまあハードル上がってしまうんですけれども、あの例えばまあラックだけでももちろんつけられますし、このボンネットだけっていうのももちろんありだと思うので、いろいろなんかこのアレンジを聞くと思うんですよね。特にタイヤホイールなんかは基本的にブラボス全部スペーサー対応なんですね。そうですね、だから普通にあのワイドにしなくても履けちゃったりとか、はい、通常の G クラスでも装着できるので、まあ、結構なんかこういうの履いてもうゴツゴツしたタイヤつけたりしてもかっこいいと思います。本当にノーマルシルエットでこれちょっとかなりかっこいいんじゃないかな、いいと思います、はい、であとはこの塗り分け、そうですね、うん、やっぱこれはもう本当にやってよかったなと思います。ゲレンデってやっぱりここのパーツが全く別なんで、はい、外して別の色にっていうのもできますし、はい、すね、あとは今回みたいにエアロを組む、はい、ついでにこうイメージをガラッと変えるっていうこともできるので、はい、まあ、いろんな車に応用できるんじゃないかと思います、はい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はブラボスアドベンチャーをご紹介させていただきました、はい、モンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。I call the shots, I never call it quits. Trust my intuition, bet it's right and bitch, it often is. Seen too many others come and go, they had the wrong intent. Do it out of love and never for it, then I watch it get bigger than expected.